Google p a t e n t は Google が提供する特許文献の検索サービスである。以下の17カ国、機関が発行した特許文献を特許権者、発明者、名称、特許番号を、出願日、発行日から無料で検索することができる。2006年12月13日に Google Patent Search として米国特許文献を対象にベータ版のサービスが開始された。 2012年8月には、エポ文献を対象に加えるとともに、プライアーアートファインダーが追加された。2013年9月には、中国、カナダ、ドイツ、世界知的所有権機関の4カ国、機関の文献が追加された。2015年7月には、新バージョンがリリースされているが、旧バージョンも引き続き利用可能である。2016年8月には、日本、 大韓民国、イギリス、スペイン、フランス、ベルギー、ロシア、オランダ、フィンランド、デンマーク、ルクセンブルクの10カ国の文献が追加された。特許文献の無料検索サービスは、Google 以外にも各国の特許庁などによって無料検索サービスが行われており、例えば、日本の文献は、独立行政法人工業所有権情報、研修官が提供する。 特許情報プラットフォームなどで欧州の文献は欧州特許庁が提供するエスポスネットなどでそれぞれ無料検索が可能である。しかし Google パテンツと各国特許庁などのサービスとでは提供される機能は異なっており、例えば米国特許商標庁のサービスでは提供されるデータはイメージデータのみで1975年以前の古い年代の文献は 全文検索することができない。これに対して Google では、米国特許商標庁のデータを利用しつつ Google Books と同様の技術を用いて約700万件以上に及ぶ全文件を高学文字認識でコードデータ化し全文検索を可能にしているのが特徴である。検索した文件はテキストデータまたは PNG 形式で閲覧でき、 pdf 形式でファイルをダウンロードすることも可能である。なお、米国特許商標庁の特許文献はパブリックドメインに属するため、著作権の問題は発生しない。ありがとうございます。